はい、ってことで早速授業始めていくよ。みんな席ついて。いやー、授業始まったけど、そんなことよりお菓子が食べたいな。よし、こうなったら授業中バレずにお菓子を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ。オッケーね。はい、今回も前回のおさらいで手榴弾についてね、説明していくからね。今回はこの鏡を使う。キャベツ太郎食べるか。よし、鏡セット。よし、食べるか。オッケーね。 P36 に書いてあるのがこの手榴弾に含まれてるこの火薬の量ね。これグラム数だからちゃんと覚えててね。あれ、なんか田中の顔あんなんだったっけ。うわ、目が外向きになってる。気持ち悪。関わらないようにしよう。鏡シンメトリー作戦。この方法は鏡を1枚用意し、顔半分を反射させる。鏡で隠れている右半分は先生からは死角のため、堂々とお菓子を食べることができる。成功率 47%。 よし、こうなったら授業中バレずにお菓子を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ。よし、今回は野球部の人なら特に違和感のないこのグローブを使う。今回は蒲焼さん太郎食べよう。よし、グローブをはめて、さもサイン交換をしているかのように。はい、てな感じで答えがね、200g って出るわけだよね。オッケーかな、大丈夫そう。あれ、なんだあれ。ちょっと田中、そのグローブ何？ああ、すいません、見えないキャッチャーとサイン交換してました。1サイン交換作戦。この方法はグローブを一つ用意し、あたかも見えないキャッチャーとサイン交換をしている隙にお菓子を食べるというやり方だ。しかしグローブを出していると怒られる可能性が高まるため、あまりおすすめはできない。成功率 62%。 よし、こうなったら授業中バレずにお菓子を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ。よし、今回はこのペンとチュッパチャップスを使う。ボールペン型キャンディー作戦。この方法はボールペンを一つ用意し、上の部分に穴を開けておく。そしてそこにキャンディーの棒を差し込み、テープで固定すれば完成だ。バレるバレないの問題以前に、見た目がポップで可愛い。成功率 70%。 よし、こうなったら授業中バレずにお菓子を食べるいい方法なんかないかな。あ、そうだ。よし、今回はこの植木鉢とオレオを使う。偽植木鉢の土食い作戦。オレオを用意し、とにかく細かくなるまですりつぶす。細かく土状になったら、あらかじめ用意しておいた植木鉢に移す。土だけでは怪しまれるため、その辺に生えている草を用意して差し込んでおこう。春に芽吹く新芽をオレオと一緒に堪能しよう。成功率 95%。 よし、早速このフェイク植木鉢食べていくか。はい、じゃあちょっと問題書いていきます。おお、いただきます。はい、じゃあこの問題ね、ちょっとみんなやってみてください。ちょっと見に行くよ。あ、やばい、先生来る。さあ、どうかな。ん？おい、田中、なんだその植木鉢。え、ああ、この植木鉢ですか。ああ、これちょっと最近植物ハマってまして。あ、そうなの。なんか育ててんだ。今育ててるんですよ、これ朝顔なんですけど。これだったら別にあれですよね、机の上別に置いといてもそんな悪くないですよね。ああ、まあそういうのだったら、まあ授業の妨害にならないし、うん、置いてていいよ。ですよね、可愛いですもんね。いいね、先生も机に置こっかな。全くバレてねー。